マゼミが鳴いてるね。オスはシャンシャン言うんですか？そう、メスは鳴かないよ。セミ？セミ、メスは鳴かないよ。知らなかった。オスを捕まえるとジュ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 って言うけどね。なんかこう鳴くっていうよりか、あの動きが怖いですよ、セミ。ああ、セミ苦手な人はダメだよね。あの止まってていきなり動くじゃないですか。あれがなんか予測不能で、ね、ちょっと死ぬ手前はね。そう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 、あれが、ね、こう怖いですね。ラジコリ推理ゲームね。ゲームやってました。結構一番ない言ってる時に一番笑ってたからね、うん、一番ないと思ったんだけどな。そうなんです、ゲームは結構私全然やってなかったんですけど、やり始めたら結構面白くて。やり始めるきっかけがないんだよね、俺らもね。ああ、でもそうかもしれない。わざわざその PS4 買って例えばほら、あのドンキーコングだとかマリオとかさ、こう、はい、こうピョン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 とかって、ああいうの苦手なんですけど、こうそういう、こう動かすのが苦手だから、そういうゲームの方に。マリオとかクリアしたことないですもん、あの一発目のステージ。途中で諦めちゃうんだよね。難しくて、ね、めっちゃ難しくないですか？難しい。自分が動いちゃうんですよ、なんか。そう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 。だから無理。体が。そう。座ってたら腰とか痛くなんない？そういう時はやっぱ昼寝をして。昼寝かよ。ご飯の時間だ。なって昼寝じゃねえし。